全ての現象には必ず理由がある。ガウス加速器と呼ばれる簡単な実験装置を紹介しよう。レールの上に並んだ鉄球に同じ大きさの鉄球をぶつけてみる。このように一番反対側の鉄球だけがぶつけた球と同じ速度で転がる。いわゆる運動量とエネルギーの保存則というやつだ。では今度は鉄球の列にネオジウム磁石という強力な永久磁石を加えてみる。すると鉄球はインパクトの直前、ネオジウム磁石に強く引きつけられて瞬間的に速度を増す。その分だけ弾き出される鉄球の速度も速くなるというわけだ。ではもし仮にこの磁石の力を極限まで高めることができたとしたら一体どうなるか。弾き出される球の速度もそれと比例して超高速になる。つまりこの小さな鉄球がライフルの弾丸になる。これは超電導加速器、超電導電磁石の強力な磁力を利用して今からそれを実証しよう。召喚。